はい、どうも、小芝居ベースのマッサンです。本日もよろしくお願いいたします。今日の話題はね、昨日ね、やってきた新型コロナのワクチンね、昨日も動画上げたんだけど、注射全然痛くなかったですよっていうね、報告とね、肩が上がりますよっていうね、報告したんですが、今日2日目ね、昨日のね、夜中あたりからね、肩っていうか注射打ったとこね、痛くなりだしてね、今もう腕がね上がらない状態になってますね。でなんかちょっとね、体の関節が若干痛くてね、ほっとくと熱が出ちゃうかなみたいな感じなってます。で一応昨日病院のスタッフの方に頼んでね、頓服薬でねカロナール2つもらってきたんで、今昼飯食ったんでね、これからこれ飲んでね、ベッドで横になりたいと思います。結構もともと持ってる持病の症状も毎日あるんで、それに重なってきちゃってるんでね、結構きついですね。健康な人でもね、まあ会社休める人はね、ワクチン打った次の日はね、休むか楽な場所をやらせてもらうとかね、した方がいいかもしれませんね。かなり痛み出ますね、肩ね。あとだるくなりますね。結構一回良くなって仕事行って死んじゃった人とか出てますよね。意外とね、安静にしてれば助かったかもしれませんね。まあ分かりませんけどね。一応2日目にそういう症状が出たんで、もしこれからワクチン打つ人はね、打ったばっかはなんともないんだけどね、次の日とかに結構痛み出てくるんで、安静にしてた方がいいような感じですね。まあ今日はね、こんな感じで終わっていくわけですが、これでカロナールですね。カロナール飲んで、休んでね、痛みが引いて楽になる予定なんですが、まあ、どういう副反応がこれから出るか分かんないんでね、またなんかね、他の副反応出たらね、動画にしてみたいと思います。まあ、動画撮るぐらいの余裕あればね、もっと悪くなっちゃえば、ダメなんだけどね。もし取れそうならね、報告したいと思います。で、注射自体はね、昨日も動画に上げたんだけどね、ほぼ無痛、全然痛くないです。ただ、半日経って、やっぱり、肩の辺ね、筋肉痛のひどいような、感じ、肩が上がんないような痛さなってきますね。まあそんな感じでね、終わっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もまた何か変化あったらね、報告したいと思います。それではまたお会いしましょう。